経営と食べ物、心ほぐれるラジオ。この番組は合同会社ロータステーブルの提供でお送りいたします。合同会社ロータステーブル代表の小沼理沙が、食べ物という身近な話題から経営にこじつけながら、食べ物にまつわる小話、エピソード、雑談、経営の極意まで楽しくコミカルに語る、明日の企業経営に活かせるトーク番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第51回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。小沼理沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小沼さん。はい、まあ、前回はね、50回の振り返り会ということで、また今日からは心機一転、気を入れ直して頑張っていきましょう。はい、そうですね、ちょっと51回目からまた気を取り直してというか、気持ちを入れ替えてやっていきたいと思います。はい、そうですね、はい、今日もこちらのサイコロでトークテーマを決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとお手柔らかにお願いいたします。やっぱね、ちょっと51回目以降なんで、心機一転、ちょっと変わったものもね、入れていかなきゃいけないと思ってますので、覚悟していただけたらと思いますので。わ、はいはい、かりました。はい、いきますよ。はい、本日のテーマはこちらです。ピクルスです。あ、ピクルスは大好きですね。可愛い瓶とかに入ってるピクルスとか売ってますよね、最近ね。はい、小売店とかでも。はい、あ、そうですね、ピクルスですか。ピクルスはだから酢漬けされてて、野菜を、まあ、こう甘い酢で漬けて1日2日置いてみたいな、そういう食べ物なんですけれども。そうですよね、これはピクルス、私やっぱり一番好きなのはセロリのピクルスなんですよ。あ、うん、はいはい。セロリ、大体人参、トマトとかで食べるんですけど、ほうほう、これをだから経営にこじつけるっていう場合にどうするかっていう話で。そうですね、で、セロリのピクルスが好きなんですけど、はいはい、結構ね、セロリってめちゃくちゃ筋があって、ほう、筋取らないとちょっと食べづらいんですよね。あ、キヌサヤとか、はいはい、結構筋がある野菜って多いんですけど、でもセロリは結構筋取りをしっかり、まあ、やるっていうのが、まあ、すごい調理の段階では大事で、ほうほう、でこれをだからなんか私たちの仕事って、はいはい、私たちの仕事だけじゃないけどたまに何ていうのかな、筋の通らない話を押し通そうとしてくる人っていうのがいるんですよ。おうおう、これはすっごい無理くり感がすごいんですけどどんな話なのかなってすごい期待を持って聞いてるんですけど経営の中でもそのいろんな人たちと会いますし、まあ、いろんな業種の人とか、まあ、お客さんもそうですけど、時々筋の通らない話、まあ、理不尽な話を無理やり押し通そうっていう、はあはあ、そういうこともあって、はい、これね結構悩ましい時があるんですよね。はあ、で、それなんでかっていうと、結局大事な結構お客さんが、この最近もあったんですけど、何でしょうか、言えるんですかそれは。じゃああまり言えないかな。やっぱりお世話になってるお客さんはできるだけこう誠心誠意対応したいじゃないですか。まあそうですね。うん。でもそれでもなんかこう筋の通らない話とかたまにあるんですよね。いわゆるなんていうのかな、無理やり仕事のなんかこう理論がぐちゃぐちゃだったりとかですね。でそういう時にいつも対応に困るっていうことがあって、これでも結構こういう話あるんじゃないかな、田村さんとかないですか。はいはい、それはないでしょうっていう、そう筋の通らない話を押し付けてくるお客さんとか、まあ同業他社でもいいんですけど、そういう時で皆さんどうされてるのかなっていうセロリからそういうね話になって確かにそうだな。いや僕もありますよ。よくあるのが日程調整とか、日程調整してて最初はこうこれで行きましょうってすぐ決まったんですけど、後から日程リスケしてくださいってなって、でそれまたそっちに合わせるじゃないですか。で直前になったらまたリスケしてくださいみたいな話だって、なんか向こうにも事業あるから、向こうの、まあそういうのも従わなきゃいけないなっていう気はあるんですけど、いや、こっちも事業やってますから、みたいな。こっちも事業あるんだから、まあそのリスケするのはいいけど、やっぱりこうリスケする際にも、こういうこれこれがあって、ちょっともう本当に申し訳ないです、みたいな。なんかそういうのはしてほしいなっていうか、まあ対等だと思うんで、それはちょっと、なんか一回しかないな、みたいな。ああ。不尽だなって思う時はめっちゃありますね。はい。そうですよね。はい。そうそう、まさに本当、おっしゃる通りで、でその、はい、まさにその
筋の通らない理不尽な話が来た時に、はい、どこまで許容するかっていうのを結構いつも考えるんですよね。自分の中でも我々もこう事業やってるし、まあそうは言っても最大限調整はさせていただくんですけれども、でもやっぱりあの無理もあるしっていうところで、そのやっぱお互い様っていうところをどこまでこうラインを引いて調整に対応していくかっていうところを、まあ、いつもこう悩ましくて、なんか私はそこでやっぱりこう、あ、この方はこういう方なのかなっていう、なんかどうしてもこうあの判断をしてしまったりもすることもあるんですけど、結局そのいい時、順調な時ってあんまりそのそういう会社さんとかその人のなんか本来の姿って見えづらいと思うんですけど、ちょっとこうトラブルだったり、例えばあとそういう緊急事態だったりとか、うまくいかない時にそういう人の本当の姿とかその会社の姿っていうのは見えてくるじゃないですか、はい、うん、だからこういう筋の通らない話とか何かこう理不尽なことがあった時こそ本当のあの本質っていうのが見えてくるのかなっていうのが今あのまとめた見解なんですけれども、何かそう、そう思いませんか。いや、めっちゃ思いました。聞いてて思ったんですけど、うん、こう理不尽な対応をするってことは自分が、まあ、良くない環境に置かれているってことなんで、うん、それを甘んじて受け入れるのか受け入れずに人のせいにする多責思考になるかみたいな、その二択の中で、うん、そう理不尽な行動を取るってことは多責思考になってしまうっていうことだから、その多責思考にせず、だから自分自身でこう考えて自分にも責任あるなみたいな感じにすることがすごい大事なのかなっていう、それが理不尽に追われない行動なのかなって今聞いててすごい思いましたね、僕は、はい、あ、そうですね、はい、そうかそうか、それはだからそういう出来事があった時に、まあ、自分自身もあそこに振り回されないでちゃんと自分の軸を持ってやっぱり判断できるようにならないと振り回されてしまいますもんね、はい、そうですね、うん、そうなんですよね。なるほど、なるほど、そっかそっか、それはあの勉強になりました。ちなみにあのオルマさんとかも、はい、そういう理不尽なことが起きるじゃないですか、うん、その時に対応としての、まあ、初動ってどんな感じでされますか、その自分自身の精神を落ち着かせるとか、うん、何でもいいんですけど、どういう感じでいつも対応されてるかってこう振り返るとどうですか。やっぱね、本当それやっぱり感情で動いちゃいけないっていつも思っていて、はいはい、でもそうは言ってもやっぱあるわけですよ、あのボン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 こうあの無理難題みたいなこともあって、でこれあの自分の中でのこれはなんか試されてるなっていうまず感覚を持つんですよね、はいはい、これを私に対応せよというのかっていう、ちょっとこう一歩引いてみますね。だからまあすぐ反応しないっていうのはまずそれをなんか心で決めていて、でまずちょっと一歩引いて、これなんかあのすごい試されてるっていうふうにまず思うんですよ。それで、でまあ現実例えば日程調整とかっていうのはこれあの物理的にまず可能かどうかっていうところが最初考えることですよね。物理的にできなければもうそれはあのアウトになってしまうし、で仮に可能だったとしてここちょっとお願いできますかってこの時間帯とかって言われた時に、その、まあ、例えば仕事がこれねこう感情論じゃないと言いつつもちょっと自分の不快指数っていうのを考えます。ああ不快感指数って言ったらやっぱり私も人間なんでやっぱりちょっと気が乗らなかったりとかする、でそれもあの結構仕事の質を上げる大事な要素だと思うんですよね。だからそこはあなんかちょっとうーんできるかなっていうなんか疑問符がポッとこう宛名マークが出た時はだいぶ慎重に対応してますね。あちょっと違和感みたいなことですか、うん、あそう違和感、まさに違和感、あそんな感じなんですけど、どうですかね。で田村さんとかも多分すごい多いと思いますけど、はい、あのそういう場面そうですね、ありますね、まあ、さっきの日程調整もそうですし、あの以前も小沼さんとのこうアポの時にもちょっと急に行けなくなったみたいなことがあって、まあ、リスケの話とか僕がさせていただいた時もなんか今までのこういろんな方とのこうリスケされるみたいなところの経験で、あ自分はこうしなきゃいけないなみたいなのがすごいあって、
例えば日程はもうもし可能だったら自分の可能な限りブワーって全部上げて、その中からどこでもいいですみたいな誠意を見せなきゃいけないし、あの日程調整して本当に申し訳ないですみたいなところって入れなきゃいけないってすごい思うので、なんかそこら辺でなんだろうな、間違ったことをしてたらちゃんとその分自分はプラスにできるような2倍3倍こんだけ提示しますよみたいなしないとっていうのは思いますね、めちゃくちゃ。そうですよね。でもなんかすごく人間性が出るかもしれないですね、本当にそういう場面で、出てますよね、出ますよね。そうですね、うん、私ね日程できるだけ自分はあの調整してもらわないことに結構命かけてるんですよ。今日初めて言いますけど、はいはい、人から調整受けるのは全然実はそんなに苦じゃないっていうか、まあ、むしろあの柔軟に対応したいって思う方で、なので私結構日程調整、日程の組み方としてあの余裕を持って日程組んでるんですね、かなり。で万が一お客様があの調整がちょっとできないっていうかキャンセルになるっていう場合にも対応できるようにしてるので、だから調整を受けること自体は全然あの実はそんなに合わせますっていうのスタンスでいくんでいいんですけど、あの私がリスケをするしていただくっていうことを最大限にやらないように心がけてるんですよね、実は。もう絶対それだけはしないっていうぐらいあんまりないと思うんですよね、私あのリスケのお願いすることって。多分っていうのをちょっと今日初めて、言いましたけど、これ言っちゃったんで、あのやばいなちょっとハードルが上がりました。ハードル上がっちゃったかもしれないけど、でもそれぐらいやっぱあれですよね。でも田村さんの誠意の示し方もなんか素晴らしいと思うんですけど、やっぱり時間って大事ですよね。相手の時間を使うってすごく神経使いますよね。いやそうですね、めちゃくちゃ神経使いますね。相手にも時間があるんだよっていうことを考えると、なんか自分の時間の大事さが分かるというか、自分がその時間を取ってるんだっていうことで、なんか相手にもちょっとプラスにできるようなことができないかなっていうのは考えるし、なんかそれをおろそかにしてしまうと、なんだろう、まあ、個人事業としてやってるので次の仕事につながんないんだろうなっていうのは、こうやってきてめちゃくちゃ思うなっていうのはすごいあるんですよね。そうですよね、はい、相手の時間を使うっていうことになんかすごく、はい、そうですね、私もなんかやっぱ特に独立してからはすごく考えるようになりましたね。その辺も時間は本当にお金よりも大事かな、お金も大事ですけど、相手の時間を使うっていうことに対する意識っていうのはより高めていかなきゃいけないなっていうのは常にちょっと思ってますね、はいはい。あ、そうですね、ありがとうございます。結構ちょっと時間が近づいてきたんですけど、これ最後ちょっと2人でお話ししたい、はい、ことがあって、はい、ピクルスの話してて、うん、セロリも、ね、筋があるって話をしてて、はい、こう筋を調理するみたいなあるじゃないですか、はい、筋がある人あるとセロリっていうのがちょっと美味しくないじゃないですか、はい、まあ、これ人間に置き換えると筋があることっていい面もあれば悪い面もあるじゃないですか。あ、まあ、要はあるってことはすごいしっかり自分の意見通せるし、悪い意味で言うと頑固みたいなのあるじゃないですか。この人間でのこの筋の取り方みたいな、セロリみたいに、そこら辺でどんな感じの人間をこう目指していったらいいのかみたいな、そういうちょっとまあ、答えないですけど話していきたいなと思うんですけど、本当だからあんまり筋を取りすぎも、はい、筋がなさすぎもね、セロリは筋取った方がいいけど、でも、はい、ある程度筋があった方がセロリはシャキシャキ感があるので、はい、まあ適度な筋っていうのはあってもいいということなんですよね、はい、で、はい、人間界で置き換えて、今ちょっと筋の通らない話っていうのは良、はい、くないんじゃないかっていう理論があるんですけど、はい、でもやっぱり適度な筋ってのは必要ですよね。でも頑固、確かにあんまり頑固すぎても筋が、はい、筋が程よくある状態がいいっていうことなんですかね。やっぱりこうさっきの小沼さんも話ありましたけど、一回俯瞰してみて、あ、ここはあれだっていう時にはこう筋をこう出すみたいな、はいはいはい、まあ、そういう筋のこうバランスみたいな、すごいそれ聞いてて大事なのかと思いましたね。あ、そうですね、はい、確かに確かに、そうか、そういう質問来ると思わなかったないや、なんかずっとでピクルスの話しててセロリをそういう筋あるなとか言ってつながんじゃねみたいないやでも筋全然ないとダメですもんね。だから筋の適度にはないといけないし、はい、で筋がなさすぎるから
そういうなんか例えば日程調整とかも、はい、右往左往して、ははなんか周りに影響を及ぼしてるっていうことが起きてるわけですもんね、多分。あ、確かに。ちゃんと考えて動けば考えられるそういう措置があれば、理論があれば、はい、あのそんなことは起きないはずなのに、はあはあ、うん、ある程度数値は必要ということですね。ああ、そういうことです。ピクルスにおいても、ピクルスにおいても、まあ、ある程度あのシャキシャキ感必要なんで。ああ、うん、じゃあそれは人間でも野菜でも一緒ってことですね。そうですね。はい。そういうことになります。いい感じでこじつけられました。はい。今日はピクルスについて、はい、こじつけさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。